おはようございます。今日は久しぶりにここからのお届けでございます。ちょっと懐かしくないですか？はい、なんだっけ、あ、そう、俺ね、四五日前にハイフってやつやってきたの。知ってます？エステ、美容のやつ、顔ほっそりとかなるやつ、すっごい効果でしたよ。あ、すごい効果、どうですか？とね、片方だけやったんですよ、この怪我の部分だけ、とりあえずね。そしたらこっちだけめっちゃほっそりして、右がボコーンになってるみたいに見えて、で逆にもうやったらシュッってなったの。これが3日4日前だから、うんとね、結果が残る、結果もう結果もすぐに出るらしいんですよ。出るらしいんですが、出たの、もうその場で。そっから2週間から1ヶ月ぐらいで、まあピークに行って、それでまあ効果が下がっていくみたいな感じで言われてるんですよね。どうすか？やってきました。その模様はね、まだ1回目撮っただけなんですけど、まだこれは上げれない感じなんですよ。だから2回目、多分2週間、1週間、2週間後にやってくるんですけど、それまた上げます。配布、知ってますか？熱をなんか、与えるやつ。はい。ちょっと痛かった。うん。まあいいや、その話はね。ごめんなさい。あ、はい。配布、まあいいや、今日ちょっと話すことあるんです。でね、今日話すことは、今ね、ツイッターに書こうと思ったことを、まずサブチャンネルで話していこうかなと思ったんですよ。これは、自分が今、やるべきことの見極め方です。はい。で、俺ね、最近なんかいろんな感じで、詰め込んでやることをやっている感じなんですけど、自分がやるべきことってなんだろうってすげー思うの。優先順位をちゃんと決めないと、無駄な時間を過ごしちゃうから。全部やれば、別にね、いいのはいいんですよ。もちろん自分のスキルとか能力になるから。でも自分がやるべきことっていうのは、うん、やっぱ、考えるべき必要があること。うん。無駄なこと、うん、本当に、ですよ。でね、これが、今後の人生で自分が、やっていくと、やりたいと思うこと。それならば、その、率先して今、やると。そのね、何かその物事ですよ。例えば、今俺ね、YouTube のを伸ばしたいと思ってる。で、S プラスの、なんだろう、この、お客さんを呼ぶ集客のところだったりだとか、あとはその戦略の部分だったりとか、いろんなことを考えなきゃいけないところがあるわけですよ。で、あとはね、キックボクシングの練習とか、自分を強くするというか、そういうところももちろんあるわけですね。で、あとはその、もう一個の物販の方とかもやってるわけだから、そこも伸ばしたいわけで、なんか、ちょっと頭ぐちゃぐちゃになりそうだったんですよ。でも今やるべきことって、S プラスのことと YouTube のことなんですよ。で、今ね、その S プラスのことでやるべきことの中でも、集客のところを、やってて、ちょっと思ったこと。これがね、ここで思って気づいたの。インスタグラマーさんとか YouTuber さんとかを呼んでつかそのお願いして、ジムの宣伝だったりとかをしてもらうというような感じにしたかったんですけど、今インスタグラマーさんのとか調べたんですけど、なかなか見つからないんですよ。この平塚の近くでみたいな感じで。で、調べ方もわかんないから、だからまあそのね、Google とかで調べに行くんですけど、そこでもうなんか、よくわかんないというか、だんだんね、知識がついてくる感じだけど、全然ね、時間効率悪いの。だから、ここ俺やることじゃねえなと思ったの。ね、これだったとしたら、ね、もちろんその自分で探して、オファーするっていうことは、まあ、無駄な手数料はかからないかもしれない。けれども、そこも時間超無駄だなと思って。だって、商売的に俺はなんかキャスティング会社とか、インスタグラマーさんを集めて何か仕事をするっていうことを別にやりたいと思ってないから。うん。だから、それは、そのインスタグラマーさんを集めてくれてる能力が高い人たちにお任せして、ね、その手数料多数、ね、もちろんその手数料っていうのは、そのやってもらったものの対価ですから、それは、お支払いして、そのね、インスタグラマーさんとか、YouTuber さん、まあ今ので言うとインスタグラマーさんなんですけど、を、ちょっとね、なんだ、このお仕事を、触れるような感じにしたいわけですよ。うん。だからね、そこで気づいたの。うん。今ね、俺がやるべきことってめっちゃ、インスタグラマーさんを、この、呼び込むのは、お願いしに行くというのは、S プラスに重要だから俺がやらなきゃと思ってたけど、そこもちょっと優先順位として違うかなと思ったんです。はい。うん。今後のやるべきこと、今後の人生で自分がやるべきこと、職業にしたいとか、自分が本当にこれからやっていきたいと思うことであれば、もう、速攻で、今、やった方がいい。けれども、そういう風な感じで、自分が思っていない、やりたいと思っていなければ、ね、やらないか、今やるべき必要あるわけですから、外注にかける。だから今言ったキャスティング会社だったりとかにお願いするみたいな感じのことを気づいたわけです。はい。ちょっとね、無駄なことをしないようになるべく、
今したいんですよね。うん、そればっかのパンパンにしておくのも人生にとって微妙感あるけど、今はちょっと走んなきゃいけないみたい。結構早めに走ってます。はい、ということで、今回はそんな感じです。自分がやるべきことの見極め方ということでお話しました。終わります。さよなら。